三代目、三遊亭金馬は、日本の落語家。大正、昭和時代に活躍した名人の一人。本名は、加藤仙太郎。出林は、本調子括弧。東京府東京市本所生まれ。初代、三遊亭演歌の門下だが、名人と呼ばれた、初代柳屋商船や、橋本川流にも多くを学んだ。読書家で博学。持ちネタの幅が広く、発音や、 人物の描き分けが明瞭で、誰にでも分かりやすい落語に定評がある。当初は落語協会に所属、後に東方に所属したが、実質的にフリーであった。1894年10月25日、東京府東京市本所に生まれる。家業は洋笠屋であった。小学校卒業後、本所林町の実家を出て、本所は余意町で、教授屋をしていたおじのもで、 奉公修行。近所にあった広瀬という寄せに入り浸り、はじめ講談を志し、1912年に講談師の奉牛舎通りに入門。しかし、講釈を始めると客が笑ってしまうため、話しかの方が向くと言われ、講談には見切りをつけた。1913年12月、落語の初代、三遊亭演歌に、スカウトされて入門、三遊亭歌あたりを名乗った。 入門して2年にも満たない大正4年、2つ目に昇進し、2代目、三遊亭歌唱を襲名。1919年末には、三遊亭マドカスに改名し、翌1920年には入門から6年、26歳で新内に昇進した。師匠と反りが合わなかったにもかかわらず、後に、名人上手と呼ばれた、同時代の八代目桂文楽や六代目、 三遊亭演唱、五代目古今亭新将らと比べても異例のスピード出世である。1926年4月、31歳で三大異目、三遊亭金馬を襲名。1930年には日東レコード専属の話し家になり、以降、多くの落語レコードに吹き込んだ。1934年には東方の専属となり、東方名人会の常連となるが、 東方系以外の寄せには出演しなくなった。40歳であった。後に東方参加となった神田世田町の立花には時々出たが、他の寄せには乗せ物として出たことはあっても通常の形で出ることはなかった。1949年に立花が廃業すると、そのままでは弟子たちの修行の場が得られないため、主な弟子は自分のもとから話した。例えば、 三遊亭歌唱は、落語協会に所属する、弟弟子二大目、三遊亭演歌に、後の山遊亭金太郎は、落語芸術協会に所属する、桂小文寺に預けている。小金場は、NHK のテレビ番組、お笑い三人組の収録で暴殺されており、あまりに忙しすぎて講座に上がりたくても上がることが、できないような状態であった。そのため東大は、 死の存命の愛出しと共に、終始、東方名人会に所属し、寄せには出なかった。三代目死後四代目は、落語協会に加入している。1954年2月5日、千葉県桜市へ棚子釣りの帰りに、総武線の線路を歩き、鉄橋を渡っている時に列車に跳ねられ、それが元で左足を切断する。 奇跡的にも、一命を取り留めた金馬は放送の約束が気になっていったのか、病院の手術台で麻酔が効き始めると、野ざらしを一石伺う,う。半年後に退院し、講座にも復帰したが尺台で足を隠しての、板付きであった。でと引っ込みの時は必ずどんちょうを下ろしており、自分の不自由な足を見せないよう心がけたが、これは自分の大好きな釣りのせいだと思われたくない。 という金馬の意地でもあった。そのおかげでファンは、事故後も変わらぬ、金馬説を楽しむことができた。1956年、第7回の NHK 放送文化賞を受賞。1964年11月8日、観光編のため入院中の東京都新宿区の慶応病院で死去、70歳没。死の直前、死を知った初代柳屋商船が、 自ら新聞に死亡広告を出したという例に習って、金馬もまた死亡通知を作成した。古典を中心に、持ちネタの数が非常に多く、爆笑落語から人情話まで幅も広かった。登場人物の描き分けが極めて明瞭で、聞き取りやすく、よく練られた構成も無駄なく確かで、会所で書いたような落語と評される。老若男女。 誰にでもわかりやすく、しかも過剰な演出はしない。ラジオの寄せ番組に、たびたび出演し、その芸風から親しまれた。若い頃、第一次落語研究会の、循環部で、実力派であり、旅回りの演芸一座を持っていた二代目、三遊亭金馬が、三遊派の分裂騒ぎで地方に旅回りに出たのに、追行し、腕を磨いた。 1913年にはやはり落語研究会順、幹部で話のうまさに定評があった朝寝坊村区が、立花のや円蔵との立花柿きつの助をめぐる、いさかいから、大田事件を起こし、名前を返上して、橋本川流を名乗り、東京を離れたびに出た。彼の落語に傾倒していた金馬は話を教わりたくて、これについて行き、稽古をつけてもらいながら大阪まで随行した。同じ頃、 若き日の八代目桂文楽もエンに稽古をつけてもらっているが、金馬は窓カバの豪快な面を、文楽は繊細な面を継承したと評される。金馬は存命中、ラジオや優先放送、レコードなどを通じて、老若男女問わず、国民的な人気があった。それにもかかわらず、読書家で、古事風俗、古典にも通じた白色を煙たがられたためか、 久保田万太郎やその弟子、安藤鶴尾などの評論家とは不仲で、不当に低く評価された。俳人、劇作家で評論家の久保田万太郎は、第三次落語研究会の会長にも就任したが、爆笑落語や新作落語を嫌い、落語を鑑賞する芸術として、自らの高妙な価値観を押し付けようとしたところがあった。落語研究会の発起人の一人でもあった金馬を、 和芸における幅と深みに欠けると一方的に断じ、決して評価しなかった。金馬ファンからは、久保田の方が、落語を聞くセンスが根本的に欠如していたのではないかと酷評される、ゆえんともなっている。絶大な人気で全国に落語ファンを広げた金馬は、落語界の内部でも高く評価されていた。久保田や安藤鶴尾の影響が強かった。 演芸評論家の矢野聖一が九百六十二年に聖戦略5回を発足させたとき、参加メンバーをカツ文楽に見せた際、文楽からこの回に金馬さんが入っていないのはどういうわけのもんです。と問われ困ったという。また安藤鶴尾と反目していた立川男子も金馬の大衆的な芸を評価しており、自身で編集した全集石帝。 男子の夢の寄せに金馬を収録している。古今亭新長も、金馬の、その口調の素晴らしさを、新章金馬とこう並べると、私なんか好みから行くと新章なんですけど、本当にお手本にすべきはやはり金馬なんですね。だから、たまにテープを聞いたりすると、ああ、こういう風に喋れないもんかなと思いますね、と、エクニシゲルに語っている。 さらに新宿末広系の大旦那と呼ばれた北村銀太郎は昭和の大物として文楽、新章と並べて金馬の名を挙げている。弟子には小言が多く厳しかったが世話好きで大の人情家であった。太平洋戦争の際、東京大空襲で戦災孤児となった海老中横を引き取るなどの逸話が残っている。その一方で落語評論家などからは場合によっては 学者より詳しいそのうんちくにより、煙たがられた一面を持つ。1949年、趣味の釣りの道具を手入れする、金馬金馬の趣味は前日の通り釣りだが、お気に入りの釣り竿があり、それを作る、名職人、竿中の娘が、エビナカヨコであり、幼い頃から家族ぐるみの交流があった。カヨコは、太平洋戦争の東京大空襲で一夜にして、 父を含む家族のほぼ全員を失い、みなしごとなった。竿中の安否を気遣って、焼け跡に探しに行った金馬は、生き残ったカヨコを見つけ、うちの子におなりよと声をかけ、連れ帰った。こうしてカヨコは、金馬の事実上の幼女として育ててもらった。金馬は、東方名人会の先属であり、東方名人会の同僚に七代目、林家正造がいたが、その七代目、 肖像の子は、後に、爆笑王として、人気を馳せる初代、林家三平であった。このような縁もあり、かよ子と、初代三平が結ばれることになった。三平、かよ子夫妻を描いた、テレビドラマ、林家三平物語おかしな夫婦でどうもすいません。にも、金馬が登場し、金馬役を、立川志の助が演じた。録音は、戦前から、 sp レコードを150枚以上残し、ラジオ放送が開始されると多くのライブ録音を残した。入門順に表記。銀馬と金太郎の間には数名の弟子がいたが廃業した。太島現役。ありがとうございます。